17連戦中の東海岸遠征7試合目、 WBC から突っ走ってきた大谷にもさすがに疲れの色が出てきたか、この日は精彩を欠いた。エンゼルスの大谷翔平は20日ヤンキース戦に2番 DH で出場し、3打数無安打だった。2試合連続、今季最長の12打席連続ノーヒット。試合は3対9で敗れた。昨季12勝のサワン・ネストル・コルテスの変化球に苦しんだ。注目を集めていたヤンキースとの最終戦でのまさかの結果に、海外メディアからはエンゼルスに対しての酷評が多く出ている。今回は事の詳細とネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は日本時間の21日敵地で行われたニューヨークヤンキースとの一戦で2番指名打者として先発出場。2戦連続の無安打に終わり、これまでの試合展開からは考えられないかのような3対9と完敗を喫した。相手先発のサワン・コルテスと対戦した第1打席はピッチャーフライ、3回の第2打席は西1・3塁のチャンスでセカンドゴロに打ち取られ、5回の第3打席も同じくセカンドゴロ、7回の第4打席はサワン・ペラルタを相手に四球を選んだ。チームは初回に先発のサンドバルが制球に苦しみ、5点を奪われる苦しい展開。大谷にもチャンスが回ってきたが、コルテスの投球の前にこの日は快音が聞かれなかった。5点を追いかける3回は西1・3塁のチャンスで凡退し、5回には8番オホッピーのタイムリー、1番ウォードの犠牲フライで2点を奪ういい流れの中、続く大谷は初球のカットボールを捉えきれずにセカンドゴロに終わっている。前日の試合ではライバルのアーロン・ジャッジ外野手に候補され、大谷のホームランが阻止された。良いところなく終わったが、今回の試合でもチャンスの場面でヒットを打てず、今季最長の12打席連続無安打となっている。これでヤンキースとの3連戦は1勝2敗で負け越し、現在17連戦中のエンゼルスは本拠地に戻り、日本時間の22日のロイヤルズとの対戦に備える。大谷は今季5度目となる先発登板の予定で、連敗ストップが期待される。この結果には多くの海外メディアがエンゼルスを酷評している。アメリカのメディアジガスレチックのサム・ブラム記者は自身のツイッターを通じ、2勝5敗という非常に醜い旅の締めくくりに、最悪な1日だった、先週はエラー、致命的なミス、そして今日は11個の四球で定義されていた。ローガン・オーハッピーも怪我をした。この3連戦で見せてきたドラマチックな展開が最悪な形で締めくくった、と伝えている。同じくジアスレチックスのブレント・マグワイア記者は、悪いニュースだ。力の差が出てしまったかのような最終戦だったからだ。これがエンゼルスなのだとチームが敗北したことに非難しつつも、良いニュースは、最悪の2チーム合計7勝31敗とエンゼルスのホームで対戦できること。さらに明日の夜は大谷翔平が投げることだ。しかし残念ながら他のほとんど全ての状況がひどい、と伝えている。この試合についてはヤンキースの地元のニューヨークメディアも大谷とジャッジを対比してこの試合を報じている。アメリカのニューヨーク州地元局イエスネットワーク公式ツイッターは 3D グラフィックを使った動画を公開。エンゼルスはヤンキースとの最終戦で自力の差が出てしまった。パトリック・サンドバルが先発したが、初回からヒットを打たれたり、押し出しの四球によって大量5失点、5回にタッカー・デイビッドソン投手に交代した後も不安定な状況が続いた。打線も不調、ヤンキースの守備に泣かされ続けた。翔平・大谷という存在の裏で守備とブルペンに大きな差を感じる試合だった、と綴った。また日夜ヤンキースのあらゆる情報を発信し続けている地元大衆紙ニューヨークポストもヤンキースがエンゼルスとの最終戦を勝利との見出しで試合内容を紹介。今季からヤンキースに移籍したアイザイア・カイナー・ファレファが何度も見事なダイビングキャッチを見せてヤンキースタジアムを魅了した。エンゼルスは先発のサンドバルが立ち上がりの制球に苦しみ、初回に一挙5失点。リリーフ登板した3投手も全員失点を記録するなど、チームとしての自力の差が勝負を分けた。大谷もこの試合では3打席無安打に終わり、彼一人ではチームを逆転させるのは難しいことを証明してしまった、と試合を振り返った。地元ニュースサイト、NJ.com は、ヤンキースが大量得点。
エンゼルスに9対3で勝利との見出しで試合を紹介。エンゼルスのベンチには悲観的な空気が漂っている。正捕手のローガン・オーハッピーの怪我、パトリック・サンドバルの制球の乱れ、その他にも挙げ出すとキリがない。唯一の希望はショウヘイ・ゴータニが今も好調ということだとエンゼルスのチーム状況について言及。その上でアーロン・ジャッジとショウヘイ・ゴータニはどちらも素晴らしい選手であり、ゲームの内容を変えてしまうほどの力がある。しかし彼らに唯一差があるとすれば、エンゼルスとヤンキースに所属しているということ。この試合は本来のチームの力の差が出たに過ぎないと報じた。明日は大谷翔平がホームで先発を務めることになっている。ここで連敗から脱出を果たしたい。ここからは今回のニュースに関してのネットの反応を一部抜粋してお届けします。どうしても大谷選手は打つポイントがキャッチャー寄りだから、速いストレートに遅れる傾向は確かにある。それが疲れなのかいつも打撃なのかは今日の時点で論じるのは早計だろう。確かに撫でたボンゴロを見ているとスイングスピードが落ちているようにも感じる。いくら大谷も若いとはいえ、投打の二刀流を年間フル稼働は機会じゃないんだからきついはずです。アーロン・ジャッジ選手との直接対決が注目を集めていたヤンキースとの3連戦。ドラマが続いていた2連戦の結果から、最終戦はどのような結果になるかと注目をしていましたが、結局はチームとしての力の差が出てしまったよう思います。特にブルペンと守備の面で大きな差が出てしまったように感じます。もちろん17連戦の途中ということもあり、選手それぞれに疲労もあるでしょう。それがこの試合にも影響を及ぼしたかもしれません。ましてや相手のホームですから。そして明日はなんと移動日なしでホームで試合を迎えることになります。しかも大谷選手は二刀流としての登板です。いくら事前に綿密に計画を立てて睡眠時間を確保しているとはいえ、この連戦での疲れは残っているはずです。そして正捕手のオホッピー選手が怪我で離脱する流れなので、これが大谷選手にどのような影響を及ぼすことになるのかが少し心配です。シーズンはまだ始まったばかりです。今後のことも考えて、無事に終えてくれれば嬉しいです。